これは、6個の発電体の、発電池です。アルミと真鍮の板を、今回これは発泡固形電解体というね、作るときにちょっと発泡して固まる電解体、これで作ってます。このアルミはちょっと、何かの装置に入っていた冷却用のね、なんかこうフィンになってるやつなんで、この間に結構この下の方は電解体詰め込んでますんで、6個で、今これで7ボルトほどね、テスター的には出とったんですけど、電流がね、これアルミのイオン発電なんで小さいんですけど、LED とかね、こんな十分かなと思います。